はい、それではですね、せっかくの機会ですので、皆さんに交通安全について皆さんにお願いしたいことを3つお話ししたいと思います。まず1つ目なんですけれども、横断歩道は歩行者優先です。横断歩道は歩行者優先。ドライバーの皆さん、信号機のない横断歩道、渡りたそうにしている歩行者いましたら止まりましょう。そして2つ目は反射台をつけよう。反射台をつけようです。歩行者の皆さん、反射台をつけている歩行者の皆さんは、反射台をつけていない人よりもですね、2倍以上も手前で発見できると言われています。歩行者の皆さん、反射台をつけましょう。そして3つ目、先ほどもお話ししていただいたんですけれども、自転車乗るときヘルメット、自転車に乗るときヘルメット、昨年の4月から自転車に乗るときのヘルメット着用が努力義務化されています、ね、頭を守るヘルメット、そして命を守るヘルメットです。皆さん、自転車に乗るときは必ずヘルメットを着用しましょう。以上ですね、3つのことをお願いしたいと思いました。皆さんにはこのこと3つを守っていただきたいと思います。何も見えねえぞ。あれ、ちょっとなんだかトラブルになっていますね。こんな時は助けて、交通ルール守りたい。横断歩道は止まりたい、ブルー。自転車もヘルメットをかぶりたい、イエロー。反射材で目立ちたい、レッド。3人揃って交通ルール守りたい。交通ルール守りたいの皆さんです。3人はですね、普段は ありがとう、かっこいい。この3人の人たちは皆さん普段はおまわりさんとして県民の安全安心を守りながら、ね、こういったイベントなどで県民の皆さんに交通ルールを浸透させるために活動しています。今日は皆さんとこの3人の選手と一緒に交通ルールを勉強したいと思います。それでは守り隊のテーマソングです。ワン、ツー、スリー、フォー。横断歩道に歩行者いたら、
ありがとうございました。以上で警察広報を終わります。ありがとうございました。